皆さん、おはこんにちは。マピオンです。はい。今回はね、とある、ご報告の動画になります。はい。と言ってもね、まあ、タイトルと、まあ、冒頭にある通りなんですけども、なんと、私、マピオンチャンネルのチャンネル登録者数が、なんと、800人を達成いたしましたー。ありがとうございまーす。ということで、ね、ついに、マピオンチャンネル、800人というね、数字を見させていただきました。本当に皆さんありがとうございます。と言ってもね、まだ正直、実は今撮影してる段階で、800何人かじゃなくて、800人ちょうどなんですよ。はい。だから、今撮影してる時点で800人だけども、投稿するとき、じゃあアップしようと思った段階、誰か一人でもね、チャンネル登録解除してしまったら、また700台戻っちゃうんで、はい。だから、正直安心できない。まだ安心できないんですけども。減るスピードが速いわけでもなければ、増えるスピードも別に速いわけではないんで、だから正直どっちなんだっていうね、このハイ&ローみたいな感じなんですよね。まあちょっと、こういうくだりは置いといて、800人ですよ。このマピオンチャンネルも800人。長かった気がします。はい。いつ頃から700人だったかな、ちょっと覚えてないんですけども。もしかしたら、なんか前のね、ちょっと一つの動画がすごいバズって、そこからグーンってね、伸びてね、そこから730とかあった気がするんで、ねえ、なんかその700台は結構ガーンってね、一気にこう行ったって感じだったんですけど、そこから先がやっぱり長かった気がします。やっぱり、1000がね、チャンネル登録者数1000人がやっぱり一番大きな区切り、今のところ大きな区切りだと思ってるんで、あと200人ということで、はい。しかしね、マピオンチャンネル、まあ、ペースが遅いということでですね、まあ、週1投稿を目指してるんですけども、まあね、普通にこう仕事してるんで、まあ、空き時間とかね、その休憩、休みの日とかで、必死に撮影とか編集とかやってるんで、まあ、週1投稿は結構限界って感じなんですけども、はい。それでも、まあ、8年間ずっとね、続けてきてて、はい。チャンネル開設がそもそも8年ちょうどなんで、単純な計算だと、もうほんとね、1年に100人、登録者数が増えるっていうペースなんですよ。はい。ただ、それは本当単純な計算がそれなんですけども、本当に実際1年で、1年間ずっと週1投稿とかしてて、は、100人行くか行かないかぐらいなんですよ。はい。ただね、こう100人行かない年があれば、その次の年は、それを補うようにね、110何人かとか、ね、ちょっと100、ね、もうちょっとプラスアルファみたいな感じで、登録者が増えたって感じで、今、こんな感じに行き着いてるわけなんですけども。はい。なのでね、まあ1年で100人ペースなわけなんですけども。なので1000人、だからあと200人ってことは実質あと2年かかるというね、感じになりますけども。はい。それでも、私マピンは今のところね、YouTube をやめる理由とかもありませんし、はい。ね、現状、心折れていないんで、はい。ね、800人達成しても変わらずに動画投稿していくスタンスではあります。はい。まあね、大きな目標、まあ意識をね、強く持つわけではないんですけども、まあ、やっぱりね、1000人という景色を見たいのは事実なんで、はい、なんとかね、そんな強くこう、なんか、1000人行かなきゃ、1000人行かなきゃって思っちゃうと、まあ去年のね、6月とか7月あたりに話した通り、数字ばかりになっちゃって、周りが見えなくなってね、自分のやりたいことがわかんなくなるみたいな、すごい病んじゃった時みたいになっちゃうんで、はい、あんまりもう俺はもう数字とか気にしないようなスタンスで行くんですけども、やっぱね、1000人行けたらいいよね、ぐらいな、ね、ちょっと緩い感じの、スタンスで行こうと思ってるんで、よろしくお願いします。まあ、ほんとね、あれなんですよ。実はツイッターとかで、まあ、DM、アンチーさんからね、いただくわけなんですよ。ほんとに、いきなり前触れもなく、なんかお前雑魚すぎとか、お前まだね、8年やっててまだそんぐらいなの雑魚すぎないって、もう動画とかやめちゃえよっていう、DM とかたまーにいただくわけなんですけども。はい。ただ自分はね、ほんと、これ言い訳になっちゃう。ね。世間からしてやっぱり言い訳になっちゃう。これツイッターでも言ってるんですけども、たまーに愚痴るんですけど、本当自分ってね、なんか、意図的にじゃなくて、もう本質的に、数字にあんまりこうね、固執しないタイプなんですよ。はい。固執しないでいこうとかじゃなくて、もう鼻からそういうタイプなんですよね。はい。なんかもともと最初 YouTube って、本当楽しいから始めたわけですし、俺が始めるときは、広告収益とか、そういったシステムもなんかない時代の YouTube だったんで、YouTuber っていう単語もなかったんで、はい。だから、ね、その時、ほんと金稼ぎとか人気者になりたいとか全く思わずに、単純に YouTube 動画投稿面白そうだからやってみようって感じの、で始めて、そこからそれはね、ほんと、その意識は8年間やってもずっと変わってないんで、はい。だから、これまた逃げだとかね、保守的になりやがって、身を固め上がってって、ね、思われると思う。正直大半の人はね、結構数字とか、
なんか目標があった方がいいっていう、人はたくさんやっぱりいると思うし、それが正しいと思うんですけど、やっぱそれ人それぞれのね価値観なんで、自分はそうは思ってません。はい。いいとは思うけどね、伸びると思うんですけども、自分はその数字を見ちゃうと、もうなんか自分がダメになっちゃうから、もう、そういうのは極力、感情もあるわけですから、人間だから。ね。やっぱそういう、全くそういう感情はゼロじゃないんですけども、まあ普通の人よりはね、そういう数字とか、あんまり固執せずに、ただ自分のやりたい動画を、ね、出したい動画を出そうっていうスタンスのまま、ね、この800人以降も頑張っていこうと思うんで、ね、皆さんもそういった、マピオンはそういうやつだと思って、温かい、ね、もう、人肌の温度で見ていただけたらと思います。はい。まあ、こんな話をしといてなんですけども、私マピオンからね、ちょっと、今回、せっかくなんで、二つ、ご報告があります。この二つの報告は、一つは、いい話。すごく、俺にとってすごくいい話。そして二つは、まあ、あんまり良くないかなっていう、ちょっと、話です。はい。いい話と悪い話があります。はい。これ、お医者さんのよくあるね。いい話と悪い話がありますが、どちらから聞きたいですか？よくある。本当にそんなのあんの？そのくだりあんの？そもそも。いい話と悪い話ってさ、普通、同じタイミングで出てこないでしょ。ね、どっちかだと思うんだよ。いい話は割と、ね、病気が、なんかかなり回復が実は思った以上に進んでて、早く退院できそうですっていう、ね。悪い話だったらなんか実は腫瘍が見つかってとか、そういうだと思うんですけど、どっちたまたま同じタイミングでさ、いい話と悪い話っていうかさ、どっちも生み出す、出てくることあるっていうね。はい。ちょっとすいません。いきなりちょっと脱線しちゃって。はい。まずちょっといい話からさせていただきます。はい。僕の場合ね。一つ。なんと、私ですね。3年間ですよ、実は。3年間こっそり地味に、出し続けてて、ようやく、ゲーム実況の動画の、取りためストックが、すべて、解消しましたあーよかったー、長かった本当に。え、ゲーム実況って何ってなる方いると思います。はい。え、どこで出してんのそれって。マピオンゲームやってなくねってなると思うんですけども、これね言いたかった。はい。多分ね知らない人多いと思うんで、せっかくだから宣伝しますけど、実は、私の YouTube チャンネル2つあります。はい。1つはこれでメインチャンネル、もう1つはマピオンゲームというね、サブチャンというかゲーム実況専用のチャンネルがありまして、そこでマピオンのゲームのね、ゲーム実況してる動画はそっちにやってます。はい。で、その3年間ずっとっていうのは、実はメインチャンネルでこういうね、こういう普通のね、動画とか出したりもしてますし、ゲーム実況の動画もメインチャンネルで出してたんですよ。商品紹介、アニメレビューとかね、歌ってみたとか中にゲーム実況もあったんですよ。はい。ただ、それじゃごちゃごちゃしてあまりに見づらいからっていうことで、ゲーム実況チャンネル、専用チャンネルを作って、そっちに引っ越し作業したんですよ。はい。ただ一気にバーって全部出しちゃうと、なんか良くないなと思ったんで、こう、なるべくこうね、スパンが早い感じで、一本ってね、こう、二日に一本、ね、三日に一本とか、そういうスタンスでやってたんですよ。メインチャンネルに元々あったゲーム実況をサブチャンにこう、移し替えてたんですね。メインのチャンネル、ゲーム実況さん、チャンネルを削除して、サブチャンの方で、その同じ動画を上げるっていうことを、作業もやってたんですよ。はい。ただ、そのゲーム実況の本数のストックも、ほんと、マジで長いほどやったんで、そもそも引っ越し作業がめちゃめちゃ時間かかったのと、もう3年前、自分が実家に住んでる頃ですよ。実家に住んでて、撮ってるけども、編集はまだしてないっていう動画もいっぱいあったんで、それもね、地味に、メインチャンネルを投稿しつつ、空き時間とかにね、こう編集してあげてたんですけども、それがようやく投稿し終えたということで、これからはねこの部屋で普通にこうゲーム実況を撮っては、アップできるという状態になりました。はい。いやーよかった、本当に長かった。もうずっとゲームしてないから、もうゲーム実況するときしか俺ゲームしないようにしてるんで、ずっとゲームしてなかったの。だから本当にね、もう手元が寂しい。ようやくこう堂々とゲームができる口実ができたというのは本当に俺の中で嬉しいです。はい。そして、ちょっとね、まあ、あえて、なんか知らなかった人は、ほんとぜひね、マピオン、ね、そのゲーム実況チャンネル、今チャンネル登録者数が20人なんですよ。まあね、メインチャンネルと比べてサブチャンネルはね、やっぱ少なくなっちゃうっていうのは、まあ必然的だと思うんですけども、それにしてもって思うレベルなんですよ。正直比率として。はい。何分の 1? 800割る20でしょ ?40 分の1なんですよ。メインチャンネル登録してくれてる中での多分40分の1の人が、おそらく登録、サブちゃんも登録してくれてる。あとはまあ、そのゲーム実況だけ見て、あ、面白いと思って登録してくれた新規の人がいるかもしれないですけど。はい。もうちょっとね、
ね、せっかくなんで数字に固執しないってさっき言ったやんけってなると思うんですけども、ほんとね、そのゲームの動画の再生数とかもほんと一桁なんで、はい。だからちょっとさすがに寂しいんで、ね、さっきも言ったけど、やっぱ人間の感情があるんで、ゼロじゃないんですよ。はい。数字に固執するその感情っていうのは別にゼロではないんで、人より少ないってだけでゼロじゃないんで、やっぱね、やっぱ多く見られた方がやっぱ嬉しいというか、さすがに寂しい、一桁は。はい。だから、ちょっとね、これを見てくれた方は、ぜひ概要欄にね、リンク貼っとくんで、本当に、これから本格的にちょっとね、本当にゲーム実況をバンバン出していこうと思うんで、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。一応、マピオンのゲーム実況は、俺得ゲーム実況っていうのがあって、自分のもともと持ってるゲームソフトを、こう、順番にもうなんかやるっていうより、全クリクリアを目指すっていうよりは、ちょっとこう、紹介する程度の範囲でゲーム実況するというものです。それも別に最初からじゃなくて、自分の元々あるゲームのセーブデータからやる、すごいもう自己満というか自己中すぎるゲーム実況なんで、オルトクゲーム実況という、ね、名前にさせてもらってます。はい。ちなみに、俺のね、やってるゲームは全部レトロゲームです。ゲームキューブとか、Wii とか、3DS、PSP とか、悪いですけど、作ってる人からしたら本当申し訳ないですけども、昔の産物みたいなもんです。はい。俺だって任天堂スイッチとか、プレステ4すら持ってないですからね。はい。今のゲーム実況者さんだったら、当たり前に人気の今、スプラトゥーン3をやると思うんですよ。ゲーム実況やりますって言ったら、お、スプラトゥーンかなとかね、任天堂スイッチのなんかかな、スマブラかなとか、なると思うんですけども、今私がやってるのは、任天堂 DS のソフトの、カテキョウヒットマン、リボン、DS、フレームランブル、ハイパー、燃えよ未来というね、もう、いつ頃のゲームっていうね、もう、そういうゲームをやってます。はい。で、今それをやってて、もう終わったんかな？ちょっと、これから実は撮影する予定なんですけど、はい。もしかしたらそれがもうね、終わってるか、終わってるかもしれないんで、リボーンか、もしくは次にやる予定のゲームキューブのスターフォックスアサルトを、今多分出してる段階です。はい。なのでね、なんか自分のは、なんか本当、懐かしいって思ってくれる人とか、あ、こんなゲームあるんだとかね、ちょっと面白そうだなとかね、思ってくれたりしたら嬉しいなっていう趣旨の、ゲーム実況なんで、ね、そういうスプラトゥーンとか、本当に流行りのものはガン無視なんですけど、はい。ぜひぜひ見ていただけたらと思います。はい。ちなみに、オルトクゲーム実況とはまた別で、パソコンゲームもね、2本やってるんですけども、今やってるのはマインクラフトと、アンダーテイル。をやってます。はい。で、俺とかゲーム実況のシリーズとは、また別腹でそういうね、マインクラフトとアンダーテイルもやってるんで、よかったらね、チャンネル登録していただければ、そして見ていただければと思います。はい。まあ、せっかくの800人のこのね、達成の記念なんで、せっかくなんで宣伝させてもらいました。はい。二つ目、悪い話です。はい。ただ、そんな悪い話じゃないのかなっていう感じなんですけども、まあ、単純にですね、自分の、動画のストックが、もう結構きついです。はい。はい。そんなん知らんがなってなると思うんですけども。実はですね、僕が考えるネタっていうか企画っていうのは、基本的に数字をさっき見ないって言ったんですけど、本当にその通りで、トレンドとか、そのターゲット層とか、そういうのはほとんど気にしてないんですよね。ほとんどというかもう気にしてないですね。はい。自分がただやりたい、これ面白い、やったらおもろいだろうなとか、ね。自分が単純にやりたいっていうのがもう採用基準なんですよ。はい。だから、本当になんか、ちゃんとしっかり、今のトレンドはこれだからとか、パソコン方々ね、こう数字とか、いろいろと見たり、したりとか、そういう、なんか数学的な、データ的なものとか、全くなくて、はい。意図的にこう考えるじゃなくて、もう天然ですね。完全に天然もの。マピオンの企画は。はい。単純に自分が、パッと、お、これなんかやってみたいな、と思ったことをやる。ね。感じなんですけども、それのデメリットとしては、パッと出たものしか、やらないんで、パッと出てくるまでは、これ撮影しようっていうのが出てこないんで、はい。だから、ネタのストックがね、もう毎回きついんですよ。はい。で、今まではね、結構何個かね、5個ぐらい、5、6個自分のやりたいことっていうのがね、あったんですけども、最近になって、本当に結構カツカツになってきて、はい。このね、この動画を除けば、今考えてる撮影予定のやつは、サブちゃんゲーム実況を除いて、3つかな。はい。その3つが、撮影、その投稿し終わった後も、なんか自分のこれやりたいなと思ったものを思い浮かばなければ、投稿がストップしてしまう可能性が大いにあるんですよ。はい。だから、ちょっと投稿頻度が、これからね、ちょっともしかしたら、ね、少なくなるかもしれない。
はい。ただそれは自分がなんかこう YouTube 嫌になったとかね、その YouTube 活動をやめようかなとかそういうのじゃなくて、単純に自分がなんか撮りたいなと思っているものが今んとこ思いついてないっていう風に思っていただければと思います。はい。これもまた厄介で、なんかこう、早く動画投稿しなきゃとかね、思って必死にこうなんかいろいろと考えたやつも、なんかやっぱ楽しめないんですよね。はい。自分がやりたいと思ったことではない、ねえ、ものを撮影しても、なんかこう、モチベ上がらないというか、自分の中でなんか違うなと思って、そこから思い詰めて、またちょっと病んじゃうっていうことも大いにあり得るので、はい。そういうとこなんですよね。はい。だから YouTuber としては失格なんですよ、僕。はい。動画投稿者なんですよ。そういった YouTube を職業にしてる人だったら、もう徹底的にこうトレンドを洗い出して、そのトレンドに乗っ取ったやつ、ね。とか、数字が出そうなやつとかね。こう、うまく再生数伸ばすにはどうしたらいいんだってめちゃめちゃ考えたりすると思うんですけど、俺は本当そのトレンドとか全く正直興味がないし、はい。ね、自分のやりたいこと、ね、やってるだけなんで、はい。だから、ちょっとそれが思いつかずにね、結構しばらく思いつかなかったら、今んとこポツポツ出てくるんで、延命措置ぐらいにはね、こう、ちょっとストックが急にポツってできたりするんですけども。はい。ただね、それももしかしたらゼロになる可能性もね、これから先、ちょっと割と結構考えられるぐらいのイメージになってるんで。はい。だから、そういうことがあったら、しばらくね、待ってくださいっていう感じです。解除せずに、できればお待ちいただければと思います。はい。これは一応保険として言っときますけど、ほんとトレンドを意図的に、こうね、乗るつもりは全くないんですけども、たまたま自分のやりたいことが、そのトレンドとたまたまこう噛み合った場合は、そういったね、トレンドにね、関わったなんかの動画出すかもしれないんですけども、はい、ね。うわ、マピオ、お前なんか数字、見てんじゃんみたいなね、思わないでください。はい。それはたまたま、まずトレンドに乗ったような動画で出すことは本当多分稀だと思うんで、もし稀に出てきたとしても、それは自分のね、たまたまやりたいこととね、たまたま合致したっていうトレンドがね、ちょっとこう、共通点があったみたいな風に思っていただければと思います。はい、ということで、ちょっとね、まあ軽く話すつもりが結構長かったと思うんで、ここまでにしたいなと思います。はい。改めて、マピオンチャンネルが登録者数800人いきました。本当にありがとうございます。次はですね、900人いけたらいいなと思うんで、はい。まあ、この、やりたいことを、やる系 YouTuber としてね、ヘイトスピーチみたいな、ディスみたいになっちゃうかもしれないですけども、まあ、そういう再生回数とかね、収益とか、ね、トレンドって感じで、こう、そこを意識してる YouTuber とかじゃなくて、本当に YouTube 最初期、もう広告収入とかもな、まあ、そういうシステムもないし、まあ、YouTuber っていう単語もない、本当に YouTube 最初期の、ヒカキンさん、マホトさん、あと、PDS さんがね、シナモンチャレンジしてた時の、あの時期の、ような、YouTuber を、体現できる、ね、感じでやっていきたいなと、今後も思うんで、何卒、マピオンチャンネルをよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。サブスク、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 サブスクだ